やっぱり行くところは山とか。山多いですね。険しいところなんか。天気でも場所でも何でもそうですけど、厳しいところほど、厳しい条件ほど、感動というか、あっと思うような写真って撮れると思うんですね。普通はあんまりカメラ持ち出して濡れたりするんで持ち出したくないですけど、雨の日とか雪の日とか、例えばこう今日みたいに光がなくてあまり面白くないかなと思う時ほど、まあ、発想の転換だったりそういうのがひらめくっていうのがある気がします。撮りたい写真難しい。やっぱり多くの人に見てもらいたい。そうですね、それはやっぱり多くの人に見てもらいたいと思いますけど、うちはプロじゃないからね。みんなが全員が全員が好きっていう写真はそれは多分無理だと思うんですよね。好みがありますから。今なんかはアップにする写真が僕の方が多いですけど、それでもやっぱりいろんな人の作品を見ていいところはちょっと真似して取り込んでみる。でその中でこう自分のスタイルっていうのが少しずつ変化していくっていうのも、まあ、一つのまあ僕自身の、まあ、生きていく今からずっと生きていく中での変化というかスタイル、僕のスタイルだと思うんですよね。まあ、今後どういう影響を受けてどう変わっていくかはやっぱりわからないですけど、あくまで僕らしさというのを残しながら変化していけたらいいなと思いますけど。